パクチャンネルです。明けましておめでとうございます。蒲田でお店やってます。あとこういうゲーム作りましたよ。はい、ゲーマー、はい、今回どんな感じですか？今回はこのシューゲザっていうカードを使ったワンショット、うん、ワンショット、はい、それ最近の？いや、もう割と前ですね割と前、ヴィンテージものですか？でも最近のカードも入ってて。なるほど、最近のカードで強化されたかもしれない。かもしれない、 1,2 枚ぐらいですかね。なるほど、お願いします。はい、最初グーじゃんけんぽい、よくでしょ、全行、はい、そしてんだろう、ドロー、セット、ジャスミン、はい、エンドです。ドローします。アシエル、エンドです。ドロー、うーん、どうしようかな。こうだな、セット、はい、ツードローの方、はい、1枚2枚エンド、ドロー、うん、ほんまな、ライフランチャージャー使います。5枚見てクイッチ1枚回収します。回収、アルコンボです。1枚回収、そこ置いてチャージャーの、はい、はい、エンドです。はい、ガンドエンドロー、チャージのゾーン活動、はい、効果で、あのブースト、はい、エンド、ドロー、あーべ、ナイス、いいっすよ、まあ、一応、うちカットします、2マナ、PC ライフ、1枚ブースト、そして4マナ、マグマール、で、マナゾーン置いて、マナゾーン置いてください。なるほど、ポリシティですね、エンド、赤いではない、これは。そうです、エンドロー、3,4,5,6,7セット、カツキングマックス87、エンド、今の制限カード見た方がいいよ、結構笑うと思う、さっき見たけど、トラップコミュー、トラップコミューめっちゃ使った7マナで動いてけるか、シューギーザ、あ、切り札っぽいの出た、シューゲーザー出して能力で出ます、うん、これは何、どっから出てきた、あ、マナゾーンと手札から出すんです、なるほど、コスト5以下のピッチャー出せます。なるほど、で、殴ります、あ、こっちで、こっちから、うん、こっちでワンブレイクします。はい、じゃあ、やばいやつ、アタックするとき、はい、クイーチャー行ってスピードアタッカーにします。じゃあ、こいつスピードアタッカー、なるほど、なるほど、スピードアタッカーでブレイクします。あ、こいつもスピード、ね、こいつ自身はスピードアタッカーで、スピードアタッカーする能力があって、で、こいつスピードアタッカーなんで、で、能力で出ます。で、こいつまず能力発動して、こいつの能力でアタック時に出てきた、そうです、はい、こいつの能力で、はい、自分のクリーチャー、相手のクリーチャーを1体アンタップかアタップすることができるんで、こいつアンタップします。なるほど、で、ダブルウィークです。ダブルウィーク、なるほど、あ、死んだくせえな、あ、ちょっと待って、いいの来たぞ、4000以下を1枚破壊する、だからこいつだな、はい、で、2枚目、はい、はい、じゃあダブルブレイクでもう一回能力で、はい、うん、あ、アタック時能力、そう、じゃあ次ラグマールでこいつマルドンください。マジか、はい、こういう汎用系もさ、ダブルブレイク、ダブルブレイク、はい、1枚2枚、はい、タイムドです。ワンショットいけなかったね、まあまあトリガー絡むんだからね、まあ大丈夫です。ドロー、でもこれ返せないな、普通に考えて普通に考えて返せないな、3000の、え、待てよ、セット、運流、ああ、無理だな、無理だな、無理ですね、はい、4マナ、オリシールけど、まあ、こっちにするよね、ですよね、はい、どうしよう、どうしよう、どうしよう、いいね、前日にいられるんだ、いや、それは今回は来てる、あ、自分のタイミングじゃない、あ、積んだ、積んだ、嘘、何枚ですか、ツードローしかないかな、4枚、ソリッドなるほど、ツードローで忍者を引く、うん、忍者を引いたと思わせる、
ハンド。なるほど。どうします。まあまあ。まあまあ、じゃあ動けるだけ動いてどうぞ。まあ、もうやることもあってますね。忍者があるかもしれない前提で。シューゲイザー。あ、出てきた。ズナルクで。はい。まあ、これで。いや、いいカードの箇所の位置が変わってる。あ、また先ほどと。殴る。で、出ます。どうぞです。はい、まあね、まあ死んでるんだけど。死んでるんだけどね。あー、ちょっと無理ですね。うん、なるほど、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが積み上げた結果でしょう。心の瞳の中秘めた感じ、大心を忘れないで、手を伸ばせば望むままの世界。Oh, oh, oh.